イシンガさんね、これで落ちるんじゃないかっていうようなデート飯つば汁を作りたいと思います。落ちちゃうんですか。え、ホコタテです。今日落とし合いです。絶対に落としたい男女の戦いです、はいはい、いや落ちますよ。今回は久しぶりにあの人のお家にやってきました。ちょっと早速お邪魔したいと思うんですけど、あの人ですよ。お邪魔します。よいしょよいしょ。これ持ってね、これ持ってね。トラフグテトラフグテじゃない。サイズがいいんだよね、トラフグテの紙袋って。いや久しぶりだ。どんな感じなの。トントン。ちょっと待って、近い。待ってたよつーちゃん。お久しぶりです。楽しみにしてたよつーちゃん。めっちゃ近かった。藤森慎吾さんね。気がね、流行ってしまって、もう早く来ないから早く来ないから。やった。つーちゃん来てくれました。久しぶりです。久しぶりね。ごめんごめん、なんか荷物たくさん。あ、すいません。何？バレンタインのあの。ジロー、つば次郎、1年ぶりに出た食べさせたいなっていうことでしょ。え、出張今年も、はい、ツーバーイーツで、ツーバーイーツ来た。しかもまたジロー初、ちょっと初めて。え、今年も作った。はい、初めてちょっと出張してみたんですけど、ごめん、こんな重いのにたくさん俺が行けよかった。よかったら作っていいですか、お家で今日。もちろんバレンタイン全然。でもあのその前にあのお家もなんかお雰囲気あれですね、はい、ちょっとさっぱりしましたね。すっきりしたよね、物がね。なんかすっきりしました。あ、なんか向こうの部屋とか何、ね、なんかあったんですか。何がなんかあったんですか。あ、 YouTube 見ろ。ネット見ろみたいに言っちゃった。YouTube 見ろ。知ってます知ってます。いやいや、まあまあまあ、そんなこともあって、ね、一人暮らししてるんで、いやでもなんかだんだん楽しくなってきたよ、この一人の生活。あ、本当ですか。寂しくないですか。寂しくはもうないね。朝は起きてちょっとコーヒー入れたりとか、おー、いいじゃないですか。最近料理もちょっと始めて。料理も。寝室めちゃくちゃ広いんですよね。そうなの。お邪魔します。ちょっとごめんね、あの朝起きたまんまになってるけど寝室がね。なんか置いてある。え、もうこれ朝起きて朝一で、これで何してんですか。腕立てするんだけど、こうやってやるとあのより負荷がかかるから、腕立てる普通にやるよりも床に手つくよりも、うん、こうやった方があの胸がグッと開くから。すごい鍛えてますもんね。いやでも、え、ちょっと、それでちょっと、おー。かわいいねえ。あ、ちょっと待ってかわいいんですけど、何これ。できない、普通に。え、ちょっと待って、本当できない。え、できる。意外とね、腕立てプッシュアップって言うんだけど、これは多分いける。あ、いけない、え、いけなくなってる。え、開いていいんですか、肘って。いいよ。あんで、あのな、足もちょっと開くと楽ね。いや、なんで土下寝してんの、つーちゃん。誰に土下寝してんの。あ、これ、待ってます。これめっちゃいいの。筋膜リリースって、はいはいはい、これはだから筋トレした後にやるんだけど、これもあるから。あ、それ知ってます。うちのお母さんこれお正月にこれやって朝入院しました、うん、ねえ、そんな怖い道具じゃないんだよこれ、ね、これ何がどうだったのか。なんか酔っ払ってお正月、小学生の時にお母さんがこれをそのまま膝伸ばしたまんまピッてやったらペッていっちゃって、起きたら入院。え、お母さん骨折って。じゃあしまっとこうか、これ。やめとこ、つーちゃんの前でこれ出すね。それ気をつけてください。俺でもあれもまた久々にやってほしいな、つーちゃんコーデ。あ、藤森のワードローブで。いいですよ、あれめちゃくちゃ好評でしたよね。そう、でももう俺やっぱパターン全然やっぱ最近またなくなってきて、はいはいはい、ほぼ毎日同じ格好してます。え、いいですよ。だって私の視聴者さん定期的にコメントで藤森さんとコラボしないのかってめっちゃこの1年間ずっと来てて。あ、でも確かうちのコメントにもある。うん、つーちゃんに、つーちゃんにファッションとかも見たいって言ってたんで、全然ぜひ。しかもなんかちょっと色味がだいぶね。色味がでも、どこ行っちゃった。
ちょっとごめんなさい、恥ずかしい、今逆に恥ずかしい、色味なさすぎて恥ずかしい。いやいや、イグジット派手でしたよ。イグジットのクローゼット派手だったね。いや、良かったですよ、藤森さんからいただいたものも、うん、ほとんどがあっち行っちゃってる、はい、ほとんどこれ藤森さんに、うん、あの金近さん飾ってましたよ、藤森さんに。可愛いとこあるんだけど、うん、代わりに藤森のクローゼットすごい地味よチャラ男の真逆、地味よ。全部イグジットに行っちゃったんですね。そうなんですよ。いけそういけそう。じゃあ、うん、最近こういうもうなんていうの好きなんですね。土とか泥色が好きでさ、なんか人間最後そうなるらしいいや俺まだ終わりじゃないんだもう帰ろうとしてんの俺土に早くない私一個気になったんですけど。なんすか。何にも入ってないんですよ、冷蔵庫。いやだからこれ私とこじかるくんがさっき買ってきたからかろうじてなんか物あるんですけど、何にもないんですよ。じゃあ男の一人暮らしの家なんてこんなもんよ。あんま何にもないんですよ。ないよ。あの卵はなんかゴルフ場行った時にもらった。卵だけやたらあるんなんかこれは千葉の美味しい卵だから持ってってっつってもらった卵。何にもない。食べてないまだ。後でなんか作ってくださるらしくて私にも。はいはいはい。コラボでちょっとつーちゃんにね今までごちそうになってばっかりだから、うん、男の一人暮らし料理作りますコラボえちょっと楽しみです、はい、料理。まあ、ちょっともう本当はあれだけどね、なんていうかデート飯だけど。デート飯、うん、藤森さんが、はい、好きになってほしい時に作るやつ、はい、それあの、はい、ガチで作っちゃいます。じゃあちょっと後ほどお願いします。コラボもぜひ見てください、はい、じゃあ私は私でこれで落ちるんじゃないかっていうようなデート飯つば汁を作りたいと思います。落とし合うんですか。え今日はほこたてです。今日落とし合いです。今日はもうほこたてです。ほこたてですね。ちょっと変わったほこたてです、はい、どっちの。絶対に落としたい男女の戦いです。はい、はい、いや落ちますよ。だとしたら落ちるんだ。2人とも落としたいんだ。はい、はい、うーわすげえ。冷蔵庫に。でかっ。ちょっとわかんないかもしれないけど分厚っ。バラとあとはなんか友達が作ってくれた。麺どうしてんだっけ。なんか今年は同級生の友達がラーメン屋やってて自家製麺送ってくれました。わざわざ。だってもう太麺お店の麺じゃん。めっちゃ美味しかったんですよ。これ絶対スーパーとかで売ってる麺じゃないから。そう今年美味しいよね。今年美味しいっすよもう食べたの個人。食べましたよ。君さ、はい、もう逆に怒んないけどさ、はい、なんなん毎回フライングイートしてフライングイートやめろって言ってんじゃん俺が一番に食べたっていう喜びを噛み締めたいのいつも、はい、なんなん、はい、でもこの間もこの間でなんか去年ね。去年も食べてたし、はい、でも別の時もなんかあったよな。パルルの時もなんかパルルの作ったバレンタインチョコ、うん、あスノーボール。そう、あ、はい、一緒に食べたよね。もうなんか先に、はい、あ美味しかったですよとか言って俺が食べる前にフライングイートやめろよいやドゥーンじゃなくて俺が一番でありたいから翼の、はい、はい、すいません変なこと言って。何これ。スープです。プーさんみたいな蜂蜜と思いきやスープです。え、ラードですか。じゃあこれ上が豚のもの背脂。背脂。いやいや入れ物とのギャップすごいんですけど。これいやちょっと嫌でしたもん。絶対ハニーだと思うじゃんちょっとクッキー入れにこれ入れの抵抗ありましたね。お力ねえ、ハニーじゃなくてこれラード入ってるから。あとそんなもんですね。あと唐揚げお家に作ったのあんで持ってきました。これもうただの酢から揚げです。これははい、ただあのラーメン関係ない。関係ない。めっちゃ嬉しい。これは単純にこれはもう本当に普通に食べてください。じゃあ作りましょう。はいはい、じゃあ作っていきます。作っていきましょう。あ、どんな。これをちょっと温めたいです。あ、いいですね、こいつ。チャーシューを。そう、あとチンで。あとザルも欲しい。ザル、さっきの。はい、はい、ザルも欲しいです。オッケー、楽しいね。麺湯がきます。すごい、やっぱ手慣れてる。いや、やったことないですラーメン屋で働いたこともないんですけど見よう見まねで。いいバイトできます。え、すげえ楽しいよ、これ。去年作りました。確かに去年やったらちょっと覚えてるな、ね、うまそうこれ。やばいやばい、本当にお腹空いてきたこれすごいな、このスープは。すごいな。上がったよ、つーちゃん。湯切っていい。いいですよ。危ない寄るな
おい、コジ。なんだ。何が。いやいや、やったことないからここで湯切り。それは上当たるよ。だけどこれ。いやじゃあ当たるって。何今の。よし、よし、オッケーいいよ、つじゃん。はい。どこ。もう目開けて、目開けていい。どうぞ。行くよコジ。はい。うえ。いいですね。そう。オッケーオッケー。富士フォン。どうす。あ、いいねいいね。映えるねこれ。しようかしようか。ぶっかけんの。はい。何その仕上げ。仕上げやばい。うーわやば。ドロッドロじゃん。仕上げやばいから。お待たせしました。今年もじゃん、つば次郎です。ありがとうございます。うーわすごいな。さあ、すこやか茶とともに召し上がれ。いや本当次郎のお供、これなかったらもう体おかしなことになる。そうそうそう。いやでもちょっとやっぱいい匂いするし、今年は去年よりももう少し一緒に参加できたんで。確かに、より確かに去年待ってましたもんね。去年待ってましたけど、だってジローって知らないでうち来てなんか豚臭いみたいな、みたいびっくりした、なんか臭いなーって言ってめっちゃ臭いって言ってましたもんね、うん、でも今年はもうね知ってるんでね、もうお腹食欲そそるこの香り、ありがとうございます。スージャン、いただきます。はい。うわいい香り、もういい香り。そうです。うまーい。やった。すじゃうまーい。いい声。うまいね。やった。今年もうまいね。いやこれ去年以上だ。よかったね、やって。うん。お。しじれの麺めっちゃうまい。うんうん、ちょっと固めで。うんうん。結構歯ごたえあんだけど、これがめちゃくちゃうまい。やった。うん、ジロー食べてました最近。去年のつばジロー以来一度も食べてません。マジで。え、なんで。そんな意外なの。それ。そうなんだ。年一のつば、え、行くの結構ジロー。はい、私割と。え、つーちゃんさ、ジロー食べます。何、結構 ジロリアン。はい、ジロリアンです。私 1日1回必ずラーメンか麺食べてます。そうでしょ。はい、毎日ラーメン食べてます。それでなんかこのずっとスタイルとお肌の綺麗さ保ってんの。ラーメンで保ってる。ラーメン、え、ラーメン美容ってあんの。聞いたことなかったけど。ラーメンで私むしろダメなのかなって思ってたけど、肌ツヤ保たれてます。いやいや、もう女子たち一気にラーメン屋駆け込むの。いやいや、好きなもの食べて生きた方がいい、ほんと。嬉しい。うん、これでもこのつばじロリアンだから。うまっ。チャーシュー、チャーシューもつけました。チャーシューうまっ。味しみてる。うん、プルプル。おいしい。たまにこれジロー体入れたら今暴れとりますわ、体の中で。ジローが、うん、びっくりしてる今体が。なんかじわじわしてるもん、体どん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 熱くなってる。うまい。嬉しい。でもこれ野菜こんだけ取ってるからほぼカロリーないってことでしょ。カロリーゼロですよ。やるわ。サンドイッチの方式でいくと、うん、カロリーゼロです、これ。え、これでも今年はそんなに食べてないでしょ。コジが食べた。はい、コジカルくん、はい、朝日奈ちゃん。え、もう2人とも食べてるじゃん、うちの YouTube チーム。食べてます。でもバレンタインということでは初めて、ね、ですね、はい、うん、そこ大事。そう、はい、食べてないです、他の方。そこ大事です、はい。ね、やっぱお店あったら行きたくなりますか。ん、お店あったら行きたくなりますか。行きたいね、つば次郎。もう出せば、つば次郎。しかもつーちゃんがさ、なんか店員さんとかでいたら、なんか次郎ってすごいこう言い方あるけど、もう男臭いイメージじゃん、うん、もうお兄さんたち、おじさんたちが、っつって、はいはい、おしゃれな格好してつーちゃんが店員さんでやって、うん、で、こんなごってりしたやつをっていうの面白いけどね。え、ユニフォームとかもね、ユニフォームで、そう、でもグッズ展開とかもさ、うん、したらもう絶対売れるし、うん、でやればいいじゃん、うん、ダメなの。何、何、急に画角変わったけど、何、何かあんの。あれ言っちゃう。
あれ言っちゃう。今だったら、今だったらできます。今言ってみる。何？どうしようか。どうだ。え？あの、お店出してくれませんか。いや、どうじゃせ。出資？まさかの出資話。ね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 、え、でもさ、ね、こじかりくんとこれ見てる動画の人はもう知ってる。あ、そうなの。知ってるよね。面白くないそれでも。全然本当なんかありそうだけどね。本当にだってさ、いやいや別にあのそんなごめんね、俺がお金にめちゃめちゃ余裕があるやつとかそういうことじゃなくて、ないよ、お金もちろんないけど、言ったってラーメン屋さんが甘くないことももちろん分かってるけど、そんなでかいさレストランを作るわけじゃないし、ぶち抜いて居抜きでなんかすごい内装費何千万かけてやるわけじゃなくて、うん、ラーメン屋さんってまあカウンターでしょ、やっぱ言ってもカウンターと、そうですね、ガス代っていう、なんか最初わかんないけどちっちゃいところから始めていくということだったら、イテウォンクラスみたいな、イテウォンクラスみたいな、もうスモールスタートですよ、スモールビジネス。え、マジでシンプルに面白いと思ったよ。そのそしたら内装を一緒に、あのコンセプトがさ面白いじゃん。え、 DIY、 いや俺 DIY やると大体おめえ何もしてねえじゃねえかって大体俺叩かれんのよ、ほんとに。 DIY でサウナ作って、まさかすぎるんだけど、リアルな、そんなあれしてごめんね。あのラーメン屋さんだったら分かんないけど、初期費用例えばもう1000万とかあったら、もしかしたらある程度形になるかもしれないよ。いや、ほらそれこそ宮坂さんのさ、従軍場とかになって、あの客席とかで渋谷の、あ、大きいんですよ、ね、あんなことになったらもうとんでもないけど、ラーメンはそういうことじゃないんで、並ばせたいんで、うん、ちょっとファッショナブルな人々ラーメン。あんなに、そしたら女の子も来たくなるから、メニュー開発しましょうよ。いやいや、やりたいよ。どうする？落ち変わっちゃいました。落ち変わっちゃったね。何が？いや、絶対こいつがそんな話に乗ってこない。絶対ダメだと思ったら、だから良さそうなものにやっぱ投資したいじゃん。まさかすぎて、なんか許可的なことが大丈夫なのか知らないけど、名前は変えます。はいはい、はい、やっぱね、二郎さんに直談判しましょう。まあまあまあ、そういうドキュメンタリーから始める、はい、かもしれないし、二郎さんに土下座して、うん、それでさっき土下座学んだんですね。いや、やってたけど寝室で。土下寝だから。だいぶやったわ。ジローの床であれやったら地獄よ、もうギットギトギットギトになってるこれ顔。あれの練習だったんだね、さっきの。うん、なんかのマネの子が成立しちゃった、あっさり。いや、これはだって完食、ごちそうさまです。イエーイ、あー、うまい、交渉の成立、本当にうまい。はい、マネ成立ということで。やった、やった、ありがとうございます。いや、ごめんなさい、何が成立なのか全く分かんないですけど。分かんないですけどね、ちょっと面白いな。いやいや、でも美味しい、じゃあ今後何かもしかしたら展開あるかもなんで、皆さんちょっと楽しみにしててください。いや、ありがとうね、今日も。いや、ありがとうございます。ちょっとびっくりしちゃった、最後。このビジュアルのつーちゃんがこのギトギトのラーメン作ってるっていうのがやっぱ一個もうキャッチやし。これ面白いよね。で、味はもう文句なしうまいから、味は本当美味しいです。いや、美味しかったです。ありがとうございます、つーちゃん。じゃあちょっと私もお腹空いたんで、はい、ちょっとじゃあ僕のチャンネルの方で、はい、お返し、チャラズキッチンありますね、モコズキッチンね、はい、はい、チャラズキッチンでつーちゃんにおもてなししたいと思います。ぜひチェックしてみてください。はい、はい、というわけでこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと皆さんコメント、そして藤森さんのチャンネルもぜひ登録とコメントいってください。というわけで藤森さん、ありがとうございました。つーちゃん、ごちそうさまです。ありがとう。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。